皆さんこんにちは、うんたんです。前、上司が美味しい馬刺しを連れてくれました。すごく美味しかったので、ゆうちゃんにも食べさせたいです。なので、今日の動画はうんたんが馬刺しを連れてくれたぞ。等一下要跟文当吃熊本有名的生马肉寿司，吃饭之前现在陪他剪头发，熊本第一剪。文当现在烫头发变得很可爱，像埃及人一样。已经不走过我放两个人进来吧。酷耶、欸、现在是什么感觉？这个样子，変な感じやん。いや可愛いよ。あ、そう。あれ、髪につかないように立ててんのかな、こう。啊，そういうこと。文当说这个针可能是为了不要让保鲜膜碰到头发。文当的新发型。我发现熊本人都会介绍的好仔细哦。刚才那美容师又跟文当讲超久，跟他讲要怎么弄自己的发型。熊本の人はもう本当みんな優しいね。感動する。ね、いろいろね教えてくれるの。よかった。今天我跟文当去的是这家叫做五妈扎格拉马英的店。这家好像说在熊本要吃马肉的话，就一定要来这一家，很有名的样子。啊，そう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 。俺ここなんかすごい有名で美味しいって聞いたからさ、まあちょっと値段高いみたいなんだけど、せっかくだしね。あなたなんか赤の他人みたい。せっかくだしね。行こうかな。レポーターみたい。马英就是这一家，好有高级感哦。马英在整个熊本只有两家，我们今天要去的分店是银座豆梨。走啦，走。这里进去要先脱鞋子。我们两个今天吃饭的地方是各室哎，自己的房间。放筷子的这个在日文叫做哈西欧基，因为他们的店名是马英，所以这个哈西欧基长得就是樱花的样子，好可爱哦，很用心哎。湿巾上面又是熊本熊，熊本好可爱，不知道是不是整个熊本都是这样固定的。那我们来看一下菜单，哇。等等，这里有名的呢就是马肉，另外有套餐，这种是7500日元或是6500日元，这种都是涮涮锅，然后还有这种是烧肉的套餐，但是有很多不知道文当要吃什么。とりあえずルーちゃんに食べさせたいのは馬刺しと、あと寿司、これよ。哦。これを食わしたい。2300日元。好。哇，感觉很好吃哎。中トロ、中トロ炙り、赤身、軍艦。これ全部うま？多分うま。うま。哇，好想吃。あと何がおすすめ？じゃあ俺がとりあえず食わしたいのはこの寿司と馬刺し焼き。それ絶対食ってほしい。うん。だからこの馬刺し盛り4種を4000円一つとこれ。寿司。这两个，这两个是一定要点的。とりあえず2つ頼もうかな。だってこれもおすすめやん。でこっちちょっと高いけんこっちにしよう。文当自从来熊本之后疯狂的出现熊本的方言呢。わざと。你是故意的。然后熊本这种莲藕制品非常有名。そう、これも有名なの。からし蓮藕。食ったことある？ない。でも駅もめちゃ売ってるよ。食べてみる？これあんま好きじゃない。私も多分好きじゃない。いや、美味しそうだな。絶対美味しいよ。食ったことない。文当好可爱哦。美味しい。でも写真見たら分かるでしょこのおじさん。确实。好、那我们来点餐。这里要按按钮点餐哦。おにぎり、おしもり一つと。他们一定吓到，想说怎么点那么少。でもいい値段言ってるけど、でもこれ結構量あると思う。哇，这个好多、哦。除了涮涮锅跟烧肉之外呢，他们还有做这种是炖马肉啊、意大利面或是披萨，种类很丰富，其实挑食的人都可以吃。刚才店员说这个马寿司卖完了，怎么办？我们现在，然后我刚才店员回来说第二间分店还有，所以他们现在去拿来给我们。人超好哎，因为其实一开始呢，店员态度没有很好，文当说那个人怎么态度这么差，结果那个人一说要拿一个，文当说他变好喜欢那个店员。いやだってこれルーちゃんに食べさせに来たのにないって言われたらさ、悲しいじゃん。悲しい悲しい。这个是他们的前菜，也是马肉，这个就是日本传闻中你没有点要付钱的。うま、ルーちゃんもうま、初めてじゃない？うま、うまいよ。好吃哎。で、うま苦手な人もまあまあいるよ。我没有吃过马肝，也会怕我不敢吃，因为像牛哎，但是又比牛更有嚼劲。他说上面有淋一点山药，所以有一点稠稠，这东西就是山药。我妈妈微信。哦，よかったよかった。来了，我们点的生马肉。これが一番高いやつ。特上。它一直在冒烟呢，好酷哦。山药。刚才店员跟我们解说是这个生马肉，他们是建议沾这个酱油还有盐。我先吃看沾酱油的。熊本と言ったら馬刺しやね。初めての馬刺し。美味しい。お。醤油が美味しい。何？馬じゃなくて？馬は超級有嚼。
好几年。そうそうそう、歯ごたえがあるの馬刺しって。こっから順にランクが上がってってる。那个比刚才那个还要再软一点。哦，ランクが上がっていくごとに柔らかくなっていく。好好吃哦，好好吃。跟生鱼片其实味道不一样，很特别的一个味道，没吃过的，很好吃。いや、めっちゃ映える。やっぱね、馬刺しは歯ごたえよね。噛んでくうちに馬の味がふわーって広がっていくので、それが上手だなって思って。有一点野味、可是我觉得野味就是很好吃、不是腥味。まあ全部が溶けるわけじゃなくて、ずっと噛み続けると馬の味が出てくる。うん、こっちの方が美味しい。对、中间的那个是会融化的。お、もっとすごいやつ食べてみよう。特上いっちゃいます？我要吃特上啦。何それ？果然不一样。え、わかるの、ルーちゃん？好吃哦。味も違う、歯ごたえもあるし、とろける。うん、好有趣哦。每一个部位的味道都不一样。然后文当超推荐的寿司，他们特别去帮我们拿的寿司也来了。是要另外搭配这个比较甜的酱油，是不一样的。九州地方的酱油好像都比较甜一点点。好漂亮，上面有六罐，六罐都是不同的部位跟不同口味，两个军舰还有四个握寿司。これね、これ食った時めっちゃうめえと思って、ぜひルーちゃんに食べさせたいと思って。食べて。さて、ルーちゃんも。馬刺しの寿司デビュー、九州醤油ね。它油脂的分布好漂亮。噛みしめてるね。何？どこの世界に行った？溶ける。お。外面虽然会融化，可里面有那个筋的感觉。它也不是那种吃太多的，就是很刚好的甜度。再加上九州酱油又甜甜的，真的很好吃哎。じゃあ文旦は左のやつにしようかな。文旦はわさびつけない。文旦吃寿司一般都是不沾芥末的。好吃。これす。もうすぐ溶けるからすぐ口に入るね。美味しい。接下来我来吃看这个有点炙烧的。嗯。俺映す。何？今までの反応と明らかに違うやん。何泣いてんの？超好吃，超最好吃的，对我来说。这个军舰酱油因为不能用沾的，我们用点的。哦、哇，好漂亮，闪闪发光哎。嗯，看起来好好吃。文娜还蛮喜欢吃军舰的，我不太想吃军舰，我喜欢吃握寿司。超好吃，超好吃哦，太好了。我们想要另外点一道，现在想说要点披萨还是要点意大利面？我的话想吃意大利面。啊，これうまそうだよね。这个意大利面看起来好好吃哦。だってこれうまそぼろやろ。甘辛く味付けて絶対うまいよ。これにしよう。文娜在上网查这家店还有什么推荐的菜单，想说下次要来点。馬肉ステーキ。さっきあったね、確かに。文娜已经在期待下次来要点什么。来了。来吧。我们点的马肉奶油意大利面，就已经闻到它的香味，好香哦！它的面是比较宽板一点的面，店员很贴心，还有给我们两个小碗来分装。綺麗呀！文当的摆盘好漂亮。僕の盛り付け、あ、崩された。これは美味しい。おほ、匂ったことない匂いだったから心配だけど美味しい。トリュフ。トリュフ。いや、わかんないけど。その味がちょっとする。麺很 Q、弄点点文旦吃饭。でも美味しそうだもんな。俺とルーちゃんクリームソース大好きだからね。对。ルーの盛り付け、俺の真似て綺麗に盛り付けてくれたね。ちょっと待って、まだあるよ。キノコ。キノコ。どうぞ召し上がれ。ないな。来啦！绝对文旦会喜欢这个味道。我觉得超好吃吗？キノコの味。很好吃耶，它那个味道是会一直留在喉咙那边的，因为它比较浓、比较稠一点，所以很容易渴，要喝水。我愿意为了这个意大利面再来。そのレベルで好き。嗯，美味しいよ。这个面很好吃，但是因为它的味道比较浓烈，所以我觉得一个人如果吃整盘的话，可能会有点腻。如果你们比较多人来的话，可以大家一起点一盘，一起分就可以了。吃完了，谢谢文当带我来。やっぱ熊本といったら馬刺しやけんね。もう馬刺しか、からしれんこ、あ絶対にグッと反対けんみたいな。我也是在频道。说要来熊本之后，就超多人说一定要来这里吃生马肉，因为我们两个这次是单点，所以之后就想要点套餐吃吃看。嗯，上上锅，而且也可以加钱另外吃马肉寿司，我们觉得这个算是 CP 值还蛮高的啦。まあでも多分こんなにいい馬刺しは食えない。だから今回俺は馬刺しを食べさせたかったからいい馬刺しをした。要是有人看了这个影片来熊本玩的话，也会想吃看生马肉的话，我们就会觉得很开心哎。有名らしいから。気分けみたいじゃん。確かに。じゃあ今日はゆうちゃんも美味しかったかな。美味しかった。ありがとう。俺が上司に食べさせてもらったものをゆうちゃんに。食べさせたかったけど。ありがとう。皆さんもぜひ熊本に来たら馬刺し食べてください。好吃、很好吃。ふーちゃん本当ありがとうございました。
ね、ごちそうさま。一つ一つが美味しいもん。现在坐在车里面等文当开车。刚才我走在熊本的街头，发现天哪，熊本有超多无料案内所。然后文当就跟我说，熊本是日本三大无料案内所最繁盛的地方之一。另外两个地方是札幌的 Suzuki no 博野，第二个就是大阪的飞田新地，第三个就是熊本。蛮酷的新情报。我们现在要回家了，文当跟大家说拜拜。拜拜。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。